はい、大井先生、ツイッターで質問が来てるんでお答えいただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。はい、仕事で毎日お忙しいと思いますが、オンとオフの切り替えはどうされていますかと。はい、これもオンもオフも実は自分の中では区切りをつけていませんので、ない、そんなに何か決まってお仕事をしているつもりはなくて、常にオフの感覚で仕事とオフがこう混ざり合ってるという感覚かもしれませんね。なるほど、オフ、常にオフ側なんですか。常にオフ側ですね。私と一緒に会議に入ってもらってる企業の皆様が感じられたと思うんですけど、あまりこうお仕事のような感じで話してはいないというのがお分かりの方多いと思うんですけども、会議中も冗談ばっかり言ってますし、まあ、仕事に関係ない話もしてますし、オフでもやっぱりクライアントの皆様と、まあ、お酒の席を同席することも多いので、そんなにこうオンとオフが区別されてるとか、まあ、オンとオフを切り替えたいというモチベーションもあまりない。なるほど。健康のために食事や運動で気をつけてることなどあれば教えてください。はい、ここは気を使っていまして、はい、やっぱり僕らの業界の長時間労働ですし、はい、短時間睡眠だし、健康を害する人はかなり多い業界だと思ってまして、自分もご多分に漏れずかなり短時間睡眠、もともと短時間睡眠なんですけど、どれぐらいなんですか。まあどうでしょうね、 2,3 時間でパッと。え、そうなんですか。ことが多くて、はい、あとは、まあ、昼寝を合間合間にこう昼寝するぐらいで、はい、まとまって5時間寝ましょう6時間寝ましょうということはあまりなくてですね、いろんな事件だったり案件って動いているので、8時間全くこう連絡がないという状態は実はあまりないかもしれない。あ、なるほど。じゃあ隙間時間に 寝るという感覚がちょうど自分に合ってると思います。そんなに、はい、苦ではないですね。苦じゃないんですね、はい、ありがとうございます。弁護士としてサイバーセキュリティ等に携わりたいと考えている司法試験受験生ですと、はい、司法試験後から、まあ、入所まで身につけておいた方がいい知識や能力があれば教えてくださいという質問来ます。それは特にないと思うんですよね。ない。まあ、教科書的なところで勉強して、それが実務に役立つかというと、まあ、もちろんその当然役立つとは思うんですけども、やっぱり案件を一個一個やっていくことが一番身につくこと、一番の教材だと思いますけれども、そうすると例えば英語やった方がいいとか、うん、個人情報保護やった方がいいとか、まあ、いろんな個別個別のやるべき課題はあると思うんですけども、決まらずに今受験生ですか。受験生って書いてありますね。受験生であれば、はい、憲法民法会社法基本的な法律をその場で必要なことをやっておく方が身につくんではないかな。で、仕事つけば仕事ついた時にしっかりとその案件についての深掘り研鑽を積んでいくというのが一番近道じゃないかなと思いますけどね、はい、はい。ちなみに先生は司法試験合格してから入所するまでって何されてました。何もしてないですね。何もしてないです。まだ僕らの時代、まだ国家的な時代だったかもしれませんけど、はい、そうなんですか。司法修習の初日にですね、今でも覚えてるのが裁判官から1回目の授業は裁判官の裁判の授業だったんですけど、その時に、今まで勉強したことを全て忘れて結構ですっていうのが第一声であって、へ、これから、実務に向けた勉強しますというのが印象的だったんですけれども、まあ、やっぱりその場その局面局面でやるべき持つべき知識とかノウハウっていうのはまた変わってくると思うので、そういった意味ではどちらかというとむしろ基礎的な民法の力だったりですね、まあ、条文を読み込む力だったり、どちらかというと足腰を鍛えるべきことはすごく重要性が高いと思うんですけども、何か、テクニカルにですね、この領域を勉強しておけばいいというのはあまり感じていないところでして、やっぱりサイバーセキュリティといってもやっぱりベースは民法であったりですね、ベンダーとユーザーの責任関係の問題、これも民法に帰着するわけですけども、何かサイバーセキュリティに特秘な法律法分野であるというわけではなくて、何かベースのですね、一般的な法律のベースがあった上での専門領域なので、特に何か焦ってですね特化した勉強をしなきゃいけないということはないかなと思っています。個人情報保護法ってカオスすぎませんか。きちんと理解している人は日本にどれぐらいいるのだろう、てんてんてんという質問来てます。いや本当にカオスですね。カオスで分からないですよね。で、個人情報保護法だけを一生懸命やっても、まあ、答えがない領域も多々あるかなと思っていて、ただここは分からないよねというところを、ここはカオスだよねというところをこうお互いに弁護士同士で、もちろん DMI の中の弁護士もそうですし、外部の弁護士さんとも相談して、やっぱりここ分からないねとか、ここはちょっと謎だよねとか、そういったところがどうしても残ってしまう領域かなと思っていますので、
そういった意味では私も含めて完璧にこう個人情報保護法を解明できるというのはなかなかいないんじゃないかな、そういう方はいないんじゃないかなと思います。事務所から独立する考えはないのですかという質問です。はい、特にですねなくて、今もある種独立した感覚を持っていて、何か事務所のに所属しているという感覚というよりも、まあこの場ですね、 TMI の場が非常に仕事しやすい環境だし、一緒にこうディスカッションする相手もいるし、尊敬すべき先輩もいるしという場として捉えていてですね、何か独立しなければ自分の思う仕事ができないということが全くないので、お答えからすると独立する予定も希望も特にないですと。司法試験が近いということで、司法近いので、はい、受験生に何かメッセージをお願いします。なるほど。今はもうすごく仕事をしていてですね、感じているのは、例えば民法の基本書を読み込みましたとか、条文を読み込みましたとか、会社法の条文と基本書を読み込みました。これは間違いなく実務の後もですね、足腰をの強化に直結をしますので、何か資格試験というとですね、その場資格を取ればいいというそういった側面も当然あるんですけれども、それが実務についてもしっかりと身につくような、十分に役立つような勉強を今皆様はなされているというふうに考えておりますので、それが必ず仕事についてからですね役立つという意識で勉強していただければなと思います。はい、どうもありがとうございました。